まあ封じ手の後ですね、まだ本格的な戦いは起こってないんですけれども、佐藤名人の方がですね、まあ伸び伸びと指しているなという印象があります。盤面、ご覧いただきたいと思います。今こう6四銀と、銀を2回ぶつけました。あの封以外の駒が、まあぶつかったわけですね。で、あの銀を交換するとですね、ここ、飛車の頭の方にこういうふうに打ち込むような手があって、後手の方に手段が多いということで、先手はですね、まあ、この銀交換を避けるということをまず第一に考えるわけですね。銀の行き場所、まあ、いくつかあるんですけれども、こういうふうに行くと、守られた後にタダで取られてしまうという狙いがあります。それから、こちらに行くのも歩がありますから、こう打たれるとちょっと困る。こちらに行くとやはりここに行けないように守られた後に歩を打って銀を取る手段、これが、分かってても防ぐ手段がありませんということでですね、残るところはこうなんですけれども、これにここに引くことによって、まあ、当面銀は安泰なんですけれど、この角が使いにくくなるわけですね。先ほどここでした。この場合ですとこの角を除去した後にこういうふうに使うことができるんですけれども、自分の駒がここにいる関係で、使いにくくなっているわけですね。もしこうなるとですね、佐藤名人が先ほどの局面よりも少し、ポイントを上げたということが言えると思います。本格的な戦いが起こるまでは、もうちょっと、かかると思いますけれども、盤面、ご覧いただければ分かるように、まあ、伸び伸びとした陣形ですので、まあ、少しずつ、佐藤名人がポイントを上げていると、言えると思います。